ちょっと栗ご飯だけで行ってみようかな。栗は前この前と違うのは分かると思う。うんうん、これじゃない、こういうやつ、こういうやつ、ね、うん、あの小学校の給食で出た栗ご飯。うん、あ、そうな、中学校かな。このさ、栗なくてもさ、うん、栗の味がちょっとご飯に染みててさ、うん、なんかこの塩っ気でさ、一生食えんじゃね。まあいくらでもあります。いや、頑張って栗むいたかやっと。マジ指長痛かった。なんかないのあれ。いや、人形、人形で、人形、何それ、栗割り人形、くるみ割り人形やん、絶対あーって必須。鶏肉のバターキノコ和えです。あえちゃった。うん。バターってうめえな。ね。バター入れるだけでなんか変わるよね。匂いもいいもんね。うん、香りっていうのか。